こんにちは、柴野です。今回ですね、激レアお宝エフェクターをお借りいたしました。じゃん、こちらになります。もうパッと見で皆さんわかりますよね。ボス初代コンパクトエフェクター CE1 です。これはね、もう見た目のインパクトがね、あまりにもすごすぎて一度見たら絶対に忘れられないエフェクターです。ボスが最初に開発したコンパクトエフェクター、ローランドのジャズコーラスに入っているコーラスやビブラートをそのままコンパクトのエフェクターにしたというふうな経緯があるようです。今回はこちらのレビューがメインなんですけれども、僕がですね、以前千葉管楽器さんで CE1 風に改造してもらったこちら、ボスの CE3 になります。これと CE1 の違いなんかも見ていきたいんですけれども、どういうふうに僕がこの CE1 をモディファイしたかっていうご説明をまずさせていただきたいと思います。では CE1 の機能とつまみを見ていきましょう。まず驚くべきはですね、これです。 AC の電源になっております。でフットのスイッチが2つ、右側こちらがビブラートとコーラスの切り替えスイッチです。そしてここがオンオフですね。電源はデカデカとここにありまして、これがですね、レベルコントロールになっているんですけれども、驚くことにですね、回しすぎると結構歪みます。ピークレベルと書いてあるんですけれども、ピークがねちょっと行き過ぎると赤に点滅しまして、ビジビジビジという風な割れたようなですね、歪みになります。そしてハイとローで、ここがコーラスのインセンシティ。コーラスに関してはですね、つまみこれだけです。そしてお隣2つはビブラート用のつまみになっておりまして、デプスとレイト。僕のイメージとしてはね、ベタベタなコーラスなのかなと思ってたんですけれども、ビブラートとコーラスがね、切り替えできると。まさにジャズコーラスから抜け出してきたようなコンパクトエフェクターです。そしてこちらは千葉管楽器さんでモディファイしてもらった CE3 になります。何が CE1 風かというと、ここにですね、ミニスイッチをつけておりまして、 STD とビブ、スタンダードとビブラート、これが切り替えできるようになっております。要はですね、コーラス機能にビブラートも使えるような機能をつけてもらったというふうな感じです。まさにですね、コーラスとビブラートを切り替えることができる CE1 風なモディファイというわけなんです。まあ、あくまでもね、 CE1 風というところで中身が全然違うので、音もね違うんですけれども、それっぽい感じにはなっておりますので、ぜひこの後の音聞いていただきたいと思います。はい、では音を鳴らしていきたいと思います。まずですね、ボスの CE1 から鳴らしていきましょう。電源オン、パワーはオンにしているんですけれども、エフェクトのスイッチは今オフです。オフにしているとこの赤が点灯したまんまですね。でオンにすると点滅します。そして切り替えます。ビブラートに切り替えると点滅が早くなるというふうな感じで、この点灯を見ながらですね、何のエフェクトが今かかっているのか、オンオフどっちなのかっていうのを見ていくような感じになっております。まずですね、エフェクトオフ状態で鳴らしてみましょう。オフ状態なんですけれども、このレベルコントロールは効くようになっていて、上げすぎると赤が点滅して歪んだ音になります。なのでここね、ちゃんとしっかり見ながらバランスを考えて、この辺かなというところですかね。ではコーラスオンにします。まさにジャズコーラスから出てきたかのようなコーラスですね。ちなみにここはビブラート用のつまみなので聞きません。
コーラスはここだけですね。シンプルですが非常に温かみのあるコーラスです。では CE3 をですねフラット状態で鳴らしてみましょうか。いかがでしょう。なんかふくよかな感じしますよね。どちらも素晴らしいエフェクターです。続いて CE1 のビブラートを鳴らしていきましょうか。非常に深みのあるビブラートですね。年季を感じさせるというか、懐の大きさがうかがえます。では続いて CE3 のビブラート、追加したモディファイで追加したビブラートですね。マックスにしてみます。C1 こっちもマックスにしてみましょうか。さすがにえぐみはね勝てないですね。ビブラートさすが CE1 です。この辺のつまみ具合ですかね。な感じで CE3 をモディファイして CE1 風にしております。お聞きいただいた通りね、ビブラート機能はやはり本家 CE1 がですねえぐみがあってすごいです。 CE1 のフルまでには追いつかないですけれども、結構 CE3 もねしっかりとビブラートふくよかな感じで出てきてくれて、まあ、僕的にはね十分なモディファイかなと思います。僕と同じですね、CE1 風モディファイは千葉管楽器のマイスターがやってくれますので、ぜひ興味がある方はですね、連絡してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。